大山綱堂は、江戸時代後期の薩摩藩鹿児島城下市、佐々木源氏大三家文家の当主、価格はじめ、おこしょうよのち、一代骨外、代々骨外、島津人志仙時代から島津成沖の初期に、川用人を務める。川用人時代に百印号、串木野里の地頭を兼任、大山岩尾明子、大山綱井の子として誕生する。 隠居していた、島津慶保の小川五章になる。法暦5年の島津重秀藩主就任時に、江戸幕府は、薩摩藩に、国目付として、京国兵部高修羅を派遣することを決め、法暦6年に派遣された国目付に提出した、薩摩藩文言帳でも川五章であったことが、確認できる。その後、後と目付になり、さらに、島津重秀の御章南戸頭取りになり、 価格一大骨外に昇格。安永二年から安永四年まで、徳之島大館。当時の通称は、旧西門であった。百印号寺当職になり、代々骨外にこの時昇格したと思われる。後に、串木の号寺当職に就任なお、当時の児童は、藩の重役が兼任するもので認知に出向くことはほとんどなく、浄化で生活した。なお、 串木の郷寺島時代の本職は、小川御用人。川用人在職中の文化五年に、金視録崩れが起こったが、津波地は関係していなかったようだ。なお、文化法等実録では、大山総之助の名で3回登場し、増士官に、加労の鎌田天然や河山久子と、藩主、蔡仙に付き従って来館している。ありがとうございます。